皆さんこんにちは、マンダイルグリフィーです。では今回は、ギレンネオバアクシズの脅威 V、ジャミト風ティタンズ編、続きをプレイしていきたいと思います。地球上での戦いが激化していまして、前回はですね、北米、ニューヨークとキャリフォルニア攻略しています。今回その続きになります。もうこの後、北京だったり、ハワイ、トリントン、ベルファストに、ジャブロー、この辺りでね、エウゴと戦っていくことになると思いますので、各地へと部隊を展開していきたいと思います。では時間を進めます。緊急事態です。太平洋沿岸の連邦軍基地でエウゴが活動を開始し、ハワイ基地、トリントン基地が占拠されました。ジャミト将軍、ハワイとトリントンですね。地上にまで、まあ、太平洋、オーストラリアと、まあ、その真ん中にあるハワイ、この2つがエウゴの手に落ちたという内容です。我々の提案に耳を貸さないあなた方に落ち度はないとでも思っているのか。しかしだな、ティタンズの権限強化に反発する議員は少なくない。彼らを納得させるにはそれなりの根拠が必要なのだよ。それではエウーゴを叩き潰し、我らの実力を示すことにいたしましょう。それでも分からぬというなら、こちらにも考えがあります。こちらも議会の根回しは行っておく。くれぐれも手荒なことはしないでくれたまえ。それは約束できかねます。我らの働きに見合ったものがいただけぬとなれば、暴発する輩が出てくるでしょうな。わかった。できる限りの工作は行うから、そちらも部下の暴発を抑えてくれたまえ。エウゴが制圧した太平洋沿岸地域に対する攻略作戦を立案しました。ハワイ攻略作戦並びにトリントン攻略作戦を提案します。はい、2つの攻略作戦、まあ、早速ですけども発動していきましょう。まずは、はい、攻略作戦ですね。ハワイ攻略作戦を開始する。目標は太平洋ハワイ諸島の制圧である。諸君らの健闘に期待する。まあ、お金があまりない状況ですけども、続けざまにトリントンの攻略作戦も発動します。トリントン攻略作戦を開始する。目標はオーストラリア大陸トリントン基地である。諸君らの健闘に期待する。で、間髪入れずに部隊を投入していきたいと思います。まあ、あんまり時間を置いてしまうとね、敵が増強されてしまうので、まあ、その増強をされる前にトリントン基地、ハワイ基地、これらに部隊を送り込んでいこうと。まあそういう作戦になります。では、まずハワイからですね。このターンで投入できる部隊数かなり少ないので、まずはですね、敵の生産を止めて、その間に増援を待ちます。続いてトリントン基地ですね。トリントン基地は部隊数で上回ってますので、このまま力押ししていきましょう。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。トリントン基地攻略に当たる部隊ですけども、まずは、ガンダムマーク2、ティターンズカラーのジェリド。まあ、レベルが少しずつ上がってきて、パラメーターが上昇してますね。で、あと、マウアーですね。マウアーもですね、まだパワードジムに乗っている状態なんですけども、まあ、この後、新しいモビルスーツに、まあ、乗り換えてもらっていきたいなと思ってます。まあ、ただ、パワードジムが弱いかというと、まあ、決して弱い機体ではないので、まあ、ここはですね、できるだけパワードジムでも戦果を上げてもらいたいです。バスク大佐はアルビオンに乗ってます。これアーガマーとかに後々ね、グレードアップしていきたいですよね。で、その他、モンシアもマックスに乗ってます。まあ、ジェリドより少し劣りますけども、まあ、このモンシアもね、射撃格闘と、能力は十分です。で、ライラさんですね。ライラさんもマックスに乗ってます。なので、このトリントン基地攻略には、マーク2を全部で3機投入していると。まあそういう戦いになります。ライラ、今度会ったらゆっくり酒でも飲まないか。考えてもいい。いい男になって、もたれかかって酒が飲む。それはいいことさ。ライラさんもまだ生存してますからね。まあ実際には、地球に降下した時にはもうライラさんはやられてしまっていたわけですけども、ここではライラさんは健在です。
恥をかここはライラさんのマーク2エウゴ撃破ですね。まあ、ジム2だったら何ら弊害はないかなと思います。アマちゃんなんだよ。ここはマウアとジェリド。よく考えるとマウアとライラさんが同じ戦場にいるというのも原作ではない、ギレンの野望ならではですよね。ここはマウアのパワードジム。このネモを倒しきれれば1ターンでトリント基地の攻略完了になりましたね。優秀なモビルスーツパイロットジェリドだったりライラさん、それにマウア、バスク大佐も投入しただけあって1ターンで攻略完了です。地球連邦政府より通信が入っています。キターンズの実績は連邦議会でも評価されている。今ならば連邦軍をキターンズの指揮下に置くという君の法案も可決されるに違いない。次の議会には君も出席してくれたまえ。了解しました。報告します。エウゴのブレックスボーラが連邦議会に出席するとの情報を入手しました。今ならば奴を亡き者にすることができます。これはダカール会議の話ですよね。ブレックスを排除させましょう。まあ、ここ悪のティターンズに走るのであればバスクの進言に従ってブレックスを暗殺するっていうのがね、原作近い内容になると思うんですけども、今回はね、真っ当に戦っていきたいので一旦のを選択します。ただゆくゆくはですね、悪のティターンズもやってみたいので、その時はここをイエスにしたいと思います。今回はノーです。ブレックスが人前に姿を晒す機会は滅多にないのです。このような好機を逃したことを後悔なさらんことですな。報告します。オーガスタ研究所の強化人間ロザミア・バダムの実戦投入が可能です。もうロザミアが使えるようになるのは大きいな。高い戦闘能力を有し実戦での高い戦果が期待できます。これは楽しみですね。強化人間用の高性能機の開発も完了しています。詳細は開発部でご確認ください。早速開発部で確認していきましょう。新兵器開発から、これはギャプランですね。いや、ギャプランは欲しいな。早速予算を使いましょう。追加予算投入するお金はちょっとないので4ターン後を楽しみに待ちます。ではハワイ攻略の続きです。まず1ターンかけてですね、敵の生産を止めている間にこちらは部隊を集結させています。でハワイという、まあ、地形の特性もあってですね、土台にほとんどのユニットは乗せてあります。配属されてきたロザミアも早速ハイザックに乗ってもらってますね。本当だったらね、もう早々にギャプランに乗ってもらいたいところではあったんですけども、まだね、残念ながらギャプランを開発完了してませんので、まあ、その間はですね、ハイザックで戦ってもらいます。で、ヤザンなんかもですね、まあ、残念ながら撃破されてしまって、ようやくこのターンで回復という形になってますので、ここでしっかりと、まあ、力をね、発揮してもらいたいかなと。というふうに思っています。ハイザックに乗ってもらってます。あとはですね、メサラ。ここにはシロッコが乗ってますね。この鉄板をお受け取りください。閣下への忠誠の証です。利益した時には、私の命を差し上げます。貴公の忠誠、しかと受け取った。その力、ティターンズのために役立ててくれ。お任せください。必ずや、ご期待にお答えします。しかし世捨て人のような暮らしをしていながら、この素早い行動力、パプテマスシロッコ危険かもしれない。そのシロッコの能力ですが、ご覧の能力ですね。サラはアッシュマーですね。まあさすがに地上での運動性能は高いですね、このアッシュマーに関しては。ここはヤザンです。まあ、ちょっとハイザックだとね、ヤザンにはもったいない、物足りないかなというところありますけども、新型のモビルスーツが来るまではハイザックで頑張ってもらいましょう。
ここはローザミアです。リックディアスに挑みます。戦争は人をよりよく生かすための必要悪です。サラですね。そのために戦うのです。サラはアッシュマーに乗ってもらってます。ここはネモ隊を撃破完了です。やりました。話は少し取れますけど、提督の決断もそうですし、このギレンの野望もね、続編がなかなか出なくてやきもきしているんですけど、どうなんでしょうね。提督の決断に関してはもうなかなか難しいのかなっていうのはある程度想像してるんですけど、ギレンの野望はね、新作出てもねいいのかなと思うんですけどね。ガンダムシリーズに関して言うと、まあ新しいものっていうのは、まあ続々、出ているので、本当にね、新作待ち遠しいというか、早く出てほしいな、まあ、そんな気はするんですけどね。ここはシロップですね。まあしっかり、いい線香あげてもらいたい。まあそういうシチュエーションですね。まあでもこれ見るとシロップのモビルスーツ、すごく大きいですね。アポリーがいたか。アポリーの、まあ、リックディエスですかね。これを撃退しています。では、次のターンへと持ち越しですね。閣下、ダカールにおいて連邦議会が開催されました。ご出席をお願いします。ダカール会。連邦議員への根回しは終わっているな。はい。ほぼ全ての議員が賛成に回るはずです。あとはブレックスがどう出るかだが、ここまで来れば奴にできることはあるまい。アフリカ大陸ダカール、ここは地球連邦政府の最高意思決定機関、地球連邦議会が開催される場所である。ティターンズは連邦議会に対して地球連邦軍の指揮権を要求する法案を提出していた。この法案に議会の大勢は賛成に傾いた。だがまさに法案が可決されようとした時、エウーゴ代表ブレックスフォーラがティターンズの実態を暴露する演説を行ったのである。これにより議会の大勢は一気に反ティターンズに傾いた。またこの模様は全世界に中継され、人々はティターンズの危険性に目を向け始めたのである。ブレックスの演説は全世界に中継され、各地で大きな反響を呼んでいます。閣下、ブレックスにしてやられましたが、しかし奴を排除しておけばこのようなことにはならなかったのですぞ。ジャミトフ将軍、ブレックスのおかげで我々の苦労は無駄になってしまったようだ。もはや君の法案が可決される見通しはない。仕方ありませんな。では我々は独自の道を歩むとしましょう。開発部より、はい、またちょっと違った展開になってきてますね。開発部の報告、もう一押しでドリントン基地を落とせますの、ハワイ基地ですね、落とせますので、ハワイ基地攻略まで進めていきます。マラサイが完成していますね。はい、これでトリントン騎士の攻略完了です。モビルスーツのユニット自体を失うことなく攻略できたのが大きかったですね。これであれば補充で回復できるので、次のターンで補充してモビルスーツの戦力回復しておきます。ハワイ、トリントンの制圧によりアジア地域への進出が可能になりました。北京攻略作戦を提案します。緊急事態です。英語がヨーロッパ方面の基地を制圧しました。はい、北京攻略作戦が発動できるということなので、まあ、早々に北京の攻略作戦を行っていきましょう。それと同時にオデッサとベルファストが残念ながら英語に、まあ、奪われてしまったと。
そういうあんまり良くないニュースですね。まあ、次回はまず北京の攻略を行って、その足でジャブローとオデッサ、この2つの攻略を行っていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その続きをプレイしていきたいと思います。